ミシ、ことね、チェゴでーす。イエーイ。はい、今日はこちらの曲を解説していきたいと思います。イエーイ。はい、カバーダンスなので、あの本家とは異なる場合がございますが、皆さんに分かりやすく教えられるよう頑張ります。そしてこの動画はミラーなので、あのもう反転になっておりますので、そのまま覚えてください。それではレッツゴー。はい、それではサビを解説していきたいと思います。ワンで左手が頭、右手が足、右足はこう曲げます。横に、膝は前じゃなく膝は左です。ワン、この形になります。ワンでツーで、右足を下ろす、左の方に下ろしてください。でこれと同時に左手が頭から右肩にタッチしてください。ここからワンツーです。そしたらツー、とスリーの間に円っていうカウントがあるんですけど、円で右、この右手を右腰にタッチしてください。ワンツー円です。ワンツー円です。でスリーで回ります。はい、スリーで、ちょっとこれが円のポーズね。はい、でちょっと膝を曲げながら回ります。スリー、はい、でフォーで、左足がこのまま曲がる。はい、でこの曲がってる足も全部伸ばしちゃってください。はい、で左足曲がる。でそれと同時に手がこういう手です。こっちが正面だとしたらこういう手です。ワンツーでスリー、はい、今こっち正面です。スリーフォーです、形です。フォー、そしたらファイブで左足がこの曲げてるのからちょっと一歩前に出しますと同時に右手が左肩にタッチします。4、5です。6、7を使って、今こうこっちが正面だとしたらこうなってるんですけど、今体重が右にあるので体重を曲げながら左に移します。はい、これをこういうふうに移してほしくなくて、こう滑らかに移してほしいです。5、6、7です。はい、正面戻します。5、6、7で、8で、左じゃない。8で右足を出します。と同時にまた手がペンギンに戻ります。6、7、8です。はい、横から見たら5、6、7、8です。最初からやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8です。はい、ちょっと横の動きとかがあったのでこっちを正面にしてもう一回やってみます。こうやると 1、2、3、4、5、6、7、8 です。はい、大丈夫ですか？ここまでまだ分かんないなって思ったら巻き戻しながら見ていただいても構いませんし、スロー機能もございますので YouTube にスローで見ても大丈夫です。これが音の速さだと結構速いんですよ。
ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シックス、セブン、エイぐらいの速さなんで、まあ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 、まあまあ、とりあえず先のことは置いといて、今は今でしょう。ということで、もう一回ゆっくりやっていこうか。はい。セブン、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイです。セブン、エイやったら、今度は、カウントのリズムがワン、エン、ツーになります。はい。これは足のステップが入ります。で、どんな動きかというと、ワン、エン、ツーです。はい。こう来てて、右足を下ろすと同時に左足が浮きます。で、そしたら左足ついて右足浮いて戻す、はい、円、こっからワン、円、ツーです、はい、行くと思ったら戻るんかいみたいな感じです、はい、エイとワン、円、ツーです。手はこのまま、手はこのままで足がワン、エン、ツー、はい、こっちが正面だとしたらエイとワン、エン、ツーです、はい、そしたらスリーでまた一歩前に出ます。で、フォーで足を閉じます、はい、行くと思ったら行かんのかい、行くんかいみたいな感じです。で、この最後の行くっていう時に3、4の時ですねにできる人は腰をこっちに出す、こっちに出してください。まあ普通にこうでも大丈夫ですけど、できる人は腰を出す、で戻して出す、はい、こういう感じですね。手がこれにつきます。右手の指こっちね。で、左手の指はこっちで、左手が前でガシャン重ねて、ワン、エン、ツー、スリーの時にこう手をクイーンってこっからこう交差してください。で、手と足一緒にやるとワン、エン、ツー、スリー、はい、スリー、フォーで腕組みます。はい、大丈夫ですか。もう一回いきます。A、 はい、A と1 and 2 3 4になります。で、そしたら5、6で、左足を上げる、上げる、2回上げます。5、6、はい、で、5、6やりました。そしたらグッバイって言ってるので、体横になってるのを正面に向けて口に手やってグッバイ、はい、口に手やったら上から下に下ろす感じ、グッバイ、はい、最初からやっていきましょう。ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、and 3 4 5 6 7 8 1 and 2 3 4 5 6 7 8 です。続きいっちゃいますね。はい、セブン、エイ、やったらワンで手をグーにして胸の前に揃えます。トン、はい、ワンで、ツーで左足を上げて寄せるっていう感じです。はい、膝は前じゃなくて膝は右斜め前です。トン、こういうことですね、こういうことです。で、手は、2で左にずれます。で、足はさっき言ったやつです。一緒にやると
3の間にあるカウント円です。円で、足を左足を下ろす、下ろすときにこう元に戻すんじゃなくて右足よりちょっと右足より右に置いてください。はい、でこう手は左にずれてるのを戻します。はい、ワンツーエンっていうリズムです。一緒にやるとワンツーエンです。もう一回ゆっくりやるとワンツーエンです。で3は待ちます。で4で、右足を横に置きます。でこの時に腰も右にずれます。でまた曲げながらずれる、曲げながら右に腰やってください。この時に手がつきます。下から上になぞります。下から上になぞる、はい、をやりながら下から上になぞるっていう感じです。5でこの腰が右に行ってるのをこのまま左に移します。はい、こうなってるのをこのまま移す、はい、で手はこう下になぞりました。そしたら今度は前から下ろすっていう感じです。下からなぞって前で落とすっていう感じです。はい、5 67 8 1 2 3 4 5です。はい、で今度は6で右足を後ろに置きます。こっからと、はい、で7で手がつきます。で手はどういう手かというと右頬から顎になぞるようにスンってやってください。これが7です。で8で左足を踏みます。このまま足を踏むだけ、はい、でこれに手がつきます。踏むと同時に投げキスします。トン、右手で投げキス、同時にやるとトンっていう感じです。はい、3 4 5 6 7 8です。はい、ここまで大丈夫ですか。じゃあ最初からここからやっていきたいと思います。5 6 7 8 12 and 3 4 5 6 7 8です。大丈夫ですか。そうしたら次行きましょう。お待ちかね、 Thank you Sorry です。はい、これやりました。そしたら Thank you って言ってるので、右体重の手は、右手は右腰で、左手はこのピースをくっつけて頭に、左のこう頭につけて Thank you です。Thank you です。次、Sorry がちょっと難しいんですけど、はい、この右足を前に出します。はい、でそれと同時にちょっと腰の動きが特殊なんですけれども、前から後ろです。こう8の字、こう8の字がある、じゃないですか。8の字っていうのもこのように存在してるじゃないですか。で8の字の8の字書いてて、こここういってこう、はい、こういってこうを腰で描きます。まあ単純に言うと前に
書いて後ろで後ろで左書く。こうか、こっちか。こう行ってこうです。前前後ろ前後ろって感じです。トントン、はい、で、上半身の動きもちょっとこういう感じで同じく8のちょっと肩とか使ってあげながらちょっとクイッてやりながらこういう感じです。で手がつきます。手は胸元の前にこのソーリーって言ってるのでこのごめんなさいの手をタッチのやつやってトントンです。はい、もう一回 Thank you から Thank you Sorry です。はい、でふーふーって言ってるので次は場所によって右手からの人もいれば左手からの人もいるんですけど、まあ、とりあえず左手右手、はい、でこれは投げキスです。投げキスでこれもなんかちょっと移動してる感じなので、まあ、足はその場でもいいですしちょっと後ろに下がってもいいですしどっちでも大丈夫だと思います。はい、じゃあもう一回最初から行ってみましょう。セーブエイワンツーエンスリーフォーファイブシックスセーブエイワンエンツースリーフォーファイブシックスセーブエイワンツーエンスリーフォーファイブシックスセーブエイワンテンキューソーリーです。はい。ここまでが前半です。後半は簡単なので大丈夫です。ちょっと前半が難しいと思うので、はい。前半が踏ん張り時です。ということでじゃあもう一回、まあ、ちょっと早いぐらいのカウントでいこう。ワン、ツー、エン、グー、セーブ、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、テン、キュー、ソー、リー、うん、うん、はい、です。はい、では、音の速さぐらいのカウントでやっていきましょう。ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、4 5 6 7 8 1 2 3 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 4
said A は Thank you Sorry うんうんです。はい、じゃあ後半のところ行ってみましょう。タン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 っていう音があります。タン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 のここですね。タンタンのところでこう右体重の右腰のタンタンタン、はい、タンタンタンはここで待っててください。でタンタンで、左手の手をピョンピョンってやってください、はい、タン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 です、はい、でうんうんっていう音があるので、ここはこっちが正面だとしたらちょっとこう前かがみです。前かがみ、はい、これが普通の姿勢だとしたらちょっと上半身前に出してください。はい、で前に出したこの状態で左手は腰で、右手はちょっと肩よりもちょっと上ぐらいに拳を置いて、腰が左右です。うんうん、はい、で、まあ、腰左右っていう解釈もあれば、ここ脇腹を縮むっていう解釈もあります。ちょっと分かりやすい方で理解してください。タン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 、うんうんです。はい、やったらまあこう移動する感じなんですけど、まあとりあえずその場でやってもらって、手が顔の前でパンパン2回弾いてください。でそれをやりながらちょっとこう横に向いてもらって、これもまたリズムで申し訳ないんですけど、うんぱうんぱです。はい、うんうんはこれです。うんでぱは
し曲げる左手45度ぐらい、ここが90度だとしたら45度ぐらいに左手置いてください、はい、で手はパーです、はい、で右手もパーです。このパーでこうちょっと口元に押さえてください。はい、でうんパーうんパー2回やります。移動、はい、で今度は反対、こっちがだったので今度は反対こっちです。でもう一回同じタイミングで手の動作がつくんですけど、さっきはこうパーのこれだったんですけど、今度はこの一本指をクイックイってやってください。タララトントンです。タララトントン、そしたらまたうんうんっていうリズムです、音です。うんうんの時にまた動きは一緒です。うんうんです。はい、でまた一緒です。パーパー2回やります。はい、で今度は、さっきと違うのは左を向いてることです。でまたうんパうんパっていうリズムなんですけど、うんはお腹、うんパ、うんパ、はい。今度は右足を曲げる、右手が斜め45度パ、左手は今度は左寄りの口元に置いて、うんパ、うんパです。はい。もう一回タララトントンから言ってみましょう。タララトントン。うんうんパパうんパうんパ移動うチャララトントンうんうんパパトカトカでうんうんで終わりです。イエーイ、終わった。はい、では最初からゆっくりやってみましょう。5、6、7、8、1、2、and 3、4、5、6、7、8、1 and 2、3、4、5、6、7、8、1、2 and 3、4、5、6。A 1 Thank you Sorry うんうんチャララチュレうんうんパンパンうんパうんパン移動うチャララトントンうんうんパンパンうんパンうんぱうんうんです。あーすごい難しいですね。でもここまで来たらあとは早くちょっとやってみるだけなので、ではちょっと早くいきましょう。5 6 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 and 2 34 5 6 7 8 1 2 and 3 4 5 6 7 8 1 Thank you Sorry うんうんチャララチュレうんうんドンドンうんパうんパイドチャララチャチャうんうんパンパンうんドンうんドンうんうーです。はい、それでは音の速さでいってみましょう。
はい、皆さんどうでしたか？結構細かい部分の振りとかもあったので難しかったかなと思うんですけれども、あの巻き戻していただいてもいいですし、スロー機能もございますので皆さんそれを使って練習してください。はい、わかりやすいなと思ったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、で他にもあのいろんなダンスカバーの曲とかも解説したり、私たちチェゴ4人なんですけど、4人でダンスカバーもしてる動画もたくさんあるので、ぜひ皆さん見てください。はい、それでは以上チェゴでした。バイバーイ。